久保さんアイインンシュタインみたいですね相対性理論 <laughs> 僕ね、アインシュタインの好きな言葉で、あのー、その、常識とは何ぞやみたいなね、18歳まで身につけた偏見のコレクションであるっていうのが結構好きなんですけども、あのー、なんですかね、常識が価値か、なんかね、昨日ちょっとレポートをちょっと,ちょっと作っていて、あの、 価値観って何から生まれるのかなと思った時にまあ常識から生まれるんじゃないかなっていうところで昨日書いてたレポートでそのなですかねよくその親にまあ親がこういうセリフを言うことがあると思うんですよ。勉強しなさいみたいな。どうですか勉強ゲームばっかやってないで勉強しなさいみたいな。でそれをその言葉をもうちょっと横展開してて。 掘り下げると勉強しないとまあいい高校に入れませんよ。勉強しないといい大学に入れませんよ。つまりあなたは苦労するよ。みたいな。勉強していい高校に入っていい大学に入れば就職いいとこにできるよと苦労しないよ。みたいなところがまあ全部じゃないと思いますけどね。その意味合いっていうのは。でも分解すると結構そういう価値っていうのはね。なぜ× What 勉強。 ゲームより勉強しなければいけないのかっていうその延長線上のそこにそういう意味合いがあるんじゃないかな価値観があるんじゃないかなっていうところなんですよねでもねそこの延長線上に延長線上に例えばその親がでしょ今ねゲームね e スポーツですよ <laughs> いいようだなと思ったんですけど e スポーツっていうのが出てきて e スポーツですげえ世界で有名な人はもうなんか年収1億とか稼いでる人いるんですよねでもし仮にですよ仮に親がその e スポーツで年収1億円プレーヤーだったらゲームばっかりしてないで勉強しなさいっていうことを言うのかっていう話なんですよねこれは分かんないですけどね それ,はそ,それは、あのー、どうなのかっていう、自分はね、自分の常識の中では、親から言われた、自分のその,あの、なんだ、歴史的背景、まあ、勝手に作りますけども、まあ、自分もね、親にそういうふうに言われたと。で、クソくらいだと。ね、勉強なんかクソくらいだっつって、めちゃめちゃゲームをやった結果、将来、e スポーツっていうのが出てきて、で、今、e スポーツで年収1億円プレイヤーですと。 いいうようよな常識が形成されていたら多分勉強に対すするる価値観っってていううのは変わってると思うんですよ、ね、で、その価値観が変わってる中でじゃあ自分の子供にねゲームばっかりしてないで勉強しなさいっていう言葉セリフは出てくるのかっていうと僕は疑問かなと思いますねだから価値観って結構結構やっぱ常識の中からしか生まれないのかなっていうところがあったりするのかなと思いますねその延長線上で。 ただ常識と価値観はかなりこのリンクしているっていうところですね。要はその,その常識の中からしか価値観っていうのは生まれない。うんだつまりそのアインシュタインが説いたようなその結局我ア,アインシュタインの言葉をさらに掘り下げると結局我々っていうのは18歳まで身につけた常識の中でずっと生きてるっていうことですね。偏見のコレクションの中で生きているみたいなね。まあ、深掘りしていくとね。 だから結局そのその偏見のコレクションを変えない限り新しい人生だったりとか新しい価値観だったりとか新しい常識は生まれないっていうことで結局延長線上に生きてるっていう風ね <laughs> その18歳まで身につけた偏見なコレクションの相対性の中で生きてるみたいなね <laughs> うんなんか面白いなと思いましたねいってらっしゃい。